それは前触れもなく起きた。この町もすっかり廃墟になりましたね。皆さんなかなかの仕事ぶりです。強大な力を持つ別世界から現れた敵と彼らと共闘する者たち、ベノムズによって世界は壊滅的なダメージを。だが絶望の闇が世界を覆えば、必ずそこには希望の光も生まれる。ミカ！お連れの姿が見えませんね。目を止めるのはオラ一人で十分だ。もうこの世界はおしまいですよ。そんなことおめえが決めんな。諦めの悪い人ですね。では死になさい。しまった。かわいそうに、あなたが避けるからですよ。しっかりしてください。ナビゲーター、バイタルチェックを。了解しました。心肺機能低下、出血多量。このままでは数分以内に絶命するものと予測されます。やむを得ない。意識が戻ったようですね。今、あなたはフリーザの攻撃を受けて危険な状態です。助かる手段は一つしかありません。今からあなたをヒーローとして蘇らせます。ナビゲーター、再構築シークエンス起動。了解しました。
無事再構築できたようですね。はじめまして。私はこれからマスターと共に戦うナビゲーターです。フリーザー、この世界はおめえらの好きにはさせねえ。いつまで強がりを言えますかね。行きましょう。ここは危険です。しまった。仕方ない。戦ってください。今のあなたならできるはずです。あなたの中に宿ったコズミックキューブが必ず力を与えてくれる。ナビゲーター、キューブの回収を。了解しました。回収シークエンスを起動します。ほう、まったく、これだから人間は。勝負はお預けです。待て。新しいお仲間の心配はいいんですか。それではまた。大丈夫ですか。よかった。それにしても初めての戦いでここまでの活躍はすごいです。ああ、そういえば
まだ名前を伺っていませんでしたね。いい名前ですね。おめえやるな。悟空さん、一旦ベースキャンプに戻りましょう。他のメンバーのアシストに回ったルフィさんとナルトさんももう戻っているはずです。わかった、腹も減っちまったしな。行きましょう。俺たちのベースキャンプに招待します。心配すんな、うめえもんもいっぺんあっぞ。転送用ポータル起動します。到着しました。機械に瞬間移動させられんな、まだ慣れねえな。悟空のおっちゃんが帰ってきた。すまねえ、フリーザのやつ逃がしちまった。次会った時にやっつけりゃいいさ。あ、そうだ、それで悪いけど飯ねえか。俺腹減っちまった。さっき俺が全部食っちまった。いや嘘だろ。あなたたちの世界の人はここに来るとみんなびっくりするんですよ。当然だ。君たちが漫画で見ていたような想像の世界が目の前に広がっているのだからな。長官、ようこそアンブラスベースへ。ここはベノムズと戦う者たちが集う人類反抗の拠点だ。私はグラバー。このベースキャンプにいる者たちは私も含めほとんどが君と同じ世界の出身だ。彼ら以外は単刀直入に説明する。世界というのは一つではない。我々が住む現実世界とは別の世界が存在する。その世界の名はジャンプ。このジャンプ世界から現れた敵と彼らと共闘する者たちベノムズによって現実世界は破壊と混乱に飲み込まれた。その脅威に対抗しているヒーローたち、それが J フォースだ。 J フォースのメンバーには悟空やトランクスのようにジャンプの世界からやってきたヒーローと君のようにもともとは現実世界の人間だったヒーローがいる。そうだ、今の君には彼らと共に戦う力がある。君の中に埋め込まれたキューブが君の意志に反応して力を与えたのだ。我々はそれをコズミックキューブと呼んでいる。倒したベノムズから現れ出たのもまた同じものだ。そう、ベノムズはもともと人間だったのだ。悪意を持つ者がキューブの力を手にした慣れの果てだ。ベノムズは悪意を持つ者を集め彼らにキューブを与え、仲間を増やしながら現実世界で支配エリアを拡大している。このままでは現実世界の全てがベノムズによって支配されてしまう。それを阻止するにはベノムズの殲滅はもちろん、ベノムズを生むキューブの回収が必要だ。君も我々と共に戦ってくれないか。これで君も J フォースの一員だ。期待しているぞ。ガレン、計画はどうなっている？Jフォースとかいう暑苦しい連中が必死に抵抗しているようだけど、問題ないわ。兵の数は着々と増えている。そうか、だが順調であれど気を抜くな。せっかちね。急ぎたくもある。こんな腐り切った世界は一刻も早く変えねばならない。世界を作り変える。